皆さん、こんにちは。週末 YouTuber、おいゆくでございます。昨日予告いたしました通り、今日はこの2台の Chromebook Plus。これは、ASUS JAPAN 様からお借りいたしました Chromebook Plus でございます。一応ですね、金品とはあのいただけないのでね、えー、そこは何もないんですけど、こちら貸していただいただけなんですけども、 一応、その企業案件ということで、プロモーションの扱いで表示は出しておりますが、特にあの私はね、エイススジャパンさんとは何もやり取りはしておりませんので、ご安心ください。ということでですね、この2台のクロームブックプラス今後何回か動画分けてですね、シリーズ化してお伝えしていこうと思います。まず今日は手で触って使うものですから、その触り心地、 などををちょっっとと確認をしてていこうと思っておりますさあ今回お借りした2台の端末でございますね。機種をちょっと確認しておこうと思います。こちらのグレーの Chromebook、Chromebook プラスって書いてありますよね。こちらが CM34 という機種になります、はい。それからもう1台、こちら白い方の機種になります。こちら CX34 という機種になります。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 それでは1台ずつ比べながら見ていきましょうまずこちらの CM34 でございます色がね落ち着いた色になってます触った感じはちょっとザラっとした感じはありますね一方こちらの CX34 色は白ですホワイト明るい色ですねそして手触りは全然違うんですすべ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 でございます どっちかっていうとね、私見た目はこちらのつるんとした CX34 の方が好みです。あくまでもこれは好みの問題ですね。シェイプについては、こっちの CM34 はちょっと角が丸くなっていて、触った感じは柔らかな感じがします。こちらの CX34 は、このコーナーの部分がとってもシャープです。エッジが立ってるっていうのかな。 これも好みが分かれると思いますが、私はこのちょっと角張ってる方が好きです。はい、デザイン的なところで、まあ、外見結構大事なんでね、外見から攻めていきますけど、裏面です。裏面、見てお分かりいただけるとり、ちょっとね、開口部が広く取ってありますね。それからここにスピーカーがついてます。私ね、このスピーカーあんまり好きじゃないんですよ。あの、このスピーカーっていうのは、スピーカーがね、この底面側について、 てるのので音聞こえがあんんまり良くないんですよねこのタイプね本当は開いた時の,そのキーボードの横にスピーカーがついてたりする方がしっかり聞こえるので好きなんですけどねちょっとここは、まあ、どうしようもなかったのかなちょっと残念です今度 CX34 になりますけどこちらはね開口部が小さいんですねこれ比べてみるとすごく分かりやすいと思うのですけど 2台並べるとね明らかに開口部の大きさ違いますねどういうことかっていうとねこれ発熱量の問題なんでしょうね発熱大きいとたくさん熱を逃がさなきゃいけないので空気の出入り口も大きくしなきゃいけないっていうのがありますこちらの方が発熱量としては多分少ないので空気の出入り口も少なくていいっていうことなんでしょうねそれから残念ですけどこちらも底面にスピーカーがついてます CX34 もうーんあんまり私の好みでは ないスピーカーの配置になっていますすただねねこここは面白いところです、ね、このスピーカーカの穴が、ね、この底面だけじゃなくて横にもちょっとスリットが空いてるんですよだからここからも音が出てくるので底面からねしか音が出てこないよりはちょっと音の抜けはいいのかなっていうところねちょっとちょっとしたところですけど細やかな設計上の配慮なんでしょうかねというところがうかい知れます。それからねこれ2台 両手で持ってみると明らかな違いね。この手触りとか見た目以外で明らかな違いがあるんですけどこれ見ただけじゃ分かんないかもしれませんけどあ分かるかなこれちょっとね CM34 の方がごついんです、うん、若干厚みがありますというのはこれフリップできるんですよね開いた時にバコッとね360度タブレットモードに でできるんですよこれがこの CM34 の形の上での一番の特徴ですね。一方こちらの CX34 ですね。これはフフフリッップははででででききないんすすね180度ままフルフラットにはできますフリップできた方がいいんじゃないかっていう方もねいらっしゃるんですけど私個人としてはこのサイズでフリップにしてねタブレットモードにしても。 でかくて重たいのでちょっとタブレットの代わりに使うにはしんどいかなって思うんですよね。その証拠にですねこれ2台持ってみるとフリップにしたせいだと思うんですけどねすっごく重さ違うんですよ。これ360度ヒンジにすると構造上やっぱりどうしても重たくなるらしいんですよね。これどっちも画面の大きさ14インチですよ。 この CX-34 の方が 1.4kg に対して、この CM-34、これ 1.8kg 以上あります。1.4kg と 1.8kg。これ比べてみたらね、結構重さ感が違いますね。重たいなこれ。まあ確かにね、1.8kg。14インチのねノート型のコンピューターで 1.8kg って、数字だけ見たらすごい重たいなと思うんですけど、持ってる感じは、 こう持ち方にもよるかなあのバランス自体はね全然悪くないんですうまくあの重量物の配置ができているんでこう開いてもそうですけど持った感じはそんなにバランスは悪くないですただカバンに入れて持ったりするとかなりずっしり感はありますこちらの cx 34は1.4キロですのでねこれは比べると比べるとですね比べるとかなり軽い感じはします これぐらいだったら、カバンに入れても、まあ、ギリ持ち運べるかなぐらいの重さかなと、私は思います。CM34 は重たいんですけど、家の中でとかね、会社で据え置きで使うんであれば、そんなに頻繁に持ち歩かないんだったら、これぐらいの重さ、全然問題ありません。はい、続いてキーボードでございます。キーボードはフルサイズのキーが乗っかっておりますが、このエイスースさんのキーボードね、これはね、 結構今まで私はエイ u s ス製のクロームブック触ってはきたんですけど自分で買うところに至らなかった理由がね実はキーボードだったんですよこれあのいいとか悪いとかの問題じゃなくて質感の問題なので完全にこれはね好みが分かれるところなんですけど実は私ねエイ u s ス製のキーボードって今まであんまり好きじゃなかったんですよ、まあ、好きじゃないのは質が悪いからじゃなくて 感触ですねこの素材がね ASUS のキーボードってちょっと硬いんですこのキーボードのキートップの素材がね若干硬くて滑りがいいんですよこの滑りがいい方が打ちやすいっていう人もいれば私はちょっと柔らかめの素材の方が好きなんですこのキーの大きさとかストロークに関しては全く問題がないので単純にこのねキートップの素材の好みの問題になるかと思います こちらのの CX34 キーボーボドははバックライトはありません。それから今回いろいろね新製品で例えば CM30 なんかでも取り入れられてましたけど英語版のキーボードをそのまま日本語化してるので例えばね面白いのがねここですよこここれ Enter ーキーがこれ US の Enter ーキーだとね多分これ1個で L 字型のキーになってるんですけど日本語化した時にキーの数が増えるんでね ここを分割してもともと1個だったものを2つ入れてるんですよね。こちらもそうですね。本来であれば長いシフトキーだったのが分割されて2個。ここもそうですね。A 数とオルタネートキーがもともと1個だったやつが2個に分割されてるんですね。スペースキーも本当は長いんですけど、こっち側はね切れてかなキーになってます。というですね。US 配列だったものを、 もともと US 配列だったものを無理やり日本語化してるので、ちょっと不思議な形になってるんですけど、しばらくこれタイピングしてみたらですね、意外とこのつなぎ目のところなんかはね、気にならないですね。私が打つ感じでは、間違って打ったりすることはほぼありません。違和感はないです。ただですね、一箇所だけ、このエンターキーがね、ホームポジションから若干遠いんです。どうしてもやっぱりこの辺に指がいっちゃうので、 うんここだけはね、ちょっと気を使う感じはしますね。エンターキーってよく打つキーなのでね、ここだけはちょっとね、私の指でも届きにくいです。手の大きい人だったら全然余裕かもしれないですけどね、逆にこう手の小さい人とかお子さんだったらかなり厳しいですね。一回こうホームポジションから手を動かさないとエンターキーまでは届かないかなって思いますね。 キーのサイズ自体は CM34 も CX34 も全く一緒です。それからね、CX34 のキーボードで、この素材がね、ちょっと硬くて、好みじゃないっていお話をしたんですけど、もう一個ね、気になるところが、ここなんですよ、ここ。これカメラだとちょっとね、映りにくいかもしれませんけどね。ここに、ホームポジションっていうのがあるわけですよね。タッチタイピングするときのホームポジション。で、この F と J のキーに、突起がついてるんですよ。 ここにこう指を乗せた時にホームポジションが分かりやすくなってるんですけどこの突起がねちょっと目立たないんですよね結構ちっちゃいというかね触った時にあれホームポジションどこだってなっちゃうんですよ慣れてくると判読できるのかもしれませんけどちょっとねここも私としては不満点というかねもうちょっとこう分かりやすく突起をつけてくれた方が いいいいんじゃないかなかっててう気はしてますね。バージョンアップする時にでもね検討していただければと思います、はい、デザイン的には私は白い CX34 の方が好みではあったんですがキーボードに関してはねキー配列ですとか大きさとかねこの2つにスプリットされてるキーなんか作りは全く CM34 と CX34 は一緒なんですけどキーボードに関して言うと私はこの CM34 の方が 好みですねこっちのキーボードはねあのキートップの素材が違うんですさっきの CX34 が割とつるんとしてねかなり硬かったんですけどこっちの CM34 のキーボードの方が若干素材がね柔らかい気がしますうんこの微妙な違いなんですけど私はこっちのキーボードの方が好きです触った感触が好みですそれからこの F と J のキーのね このののホームポジションのここの突起こちらの CM34 の方が突起ねこれ分かりやすいですね明らかにこれすごく分かりやすいこっちの方が好きですはい実はねバックライトがついてるんですよ先ほどの CX34 のキーボードはバックライトがないんですがこちらの CM34 のキーボードにはバックライトがついてます多少薄暗くてもキーは見えますこののキーのね 文字自体が光るわけではないんですけど、暗いところで見ると若干この光が透けて見えてくる感じはありますね。真っ暗なところで、例えばね、こうステージの袖なんかで何かこうプレゼンテーションの資料を写したいようなときに、こちらのバックライト付きのキーボードの方が間違うことは少ないと思います。うん、少なくともどこがどのキーかっていうのはわかりますね。 はい、続いては画面ですねこちら今写ってるのは CM34 の方でございますこれねサイズは14インチになってるんですけど面白いのが画面の比率が微妙に違うんですねこちらの CM34 の方は16対10なんです若干ですけど縦が長くなってます発色ですとか明るさについては全く問題ありません非常に綺麗です 割とこのリフレッシュレートっていうんですかね、画面の書き換えのスピードも速いので、結構ね、ちらつきも少なくて見やすい画面だと思います。はい、こちらが白い方ですね、CX34 になります。先ほどの CM34 と比べると何が違うかっていうと、画面のこの比率ですね。横が16に対して縦は9です。いわゆる16対9。通常のあのテレビと同じ比率になってますね。 こちらもですね、同様に明るさ発色ともに申し分ありません。それから視野角についても十分え広いんですけどカメラで撮るとですねこれ光の関係でこっちが黒く見えるんですけど実際にはね全然あの肉眼で見ると綺麗に均一に見えるんですけどねこれカメラがねどうしてもそうなっちゃうんですよね。 ですので、ここは私の言葉を信じていただくしかないかなと思います。視野角はかなり広いです。こちらも先ほどの cm34 と同様に画面のリフレッシュレートも比較的早いので、あまりちらつきなんかもなくてですね。非常に見やすい画面になっております。はい、それでは続いてですね。手触りからちょっとこう性能的な部分っていうんですかね。スペック的な違いを見ていこうと思います。 とということでですね、私の動画の中でよく出てくるベンチマークを回してみましたオクタンベンチマークですオクタンベンチマーク新しくなったオクタンベンチマークでマルチコアスコアっていうね総合力が測れるようになったのでこちらも比べていきたいと思いますまずは CM34 こちらのスコアを見ていこうと思います CM34 はプロセッサーはですねこれ AMD のライゼン5が使われております の番台が使われてますで。私がね、今回やってみたのがですね、他の YouTuber さんがあまりやってないことをやるのが追いゆく理由だと思ってますんで、ちょっとね、2パターンスコアを取ってみました。どう違うかっていうと、Google p Play ストアがあるときとないときでスコアが変わるのかっていうのをやってみました。まずご覧いただきましょう。はい、CM34 で Google p Play ストアがあり、 のバージョンがこちらになります。シングルスコアが5万5,000点マルチコアスコアがですね30万5千点まあまあ悪くない数字ですよね Google プレイストアをなしにして計測するとどうなるかっていうとですねこれが不思議なんですけどシングルの性能が若干落ちましたね5万4,000点台それに対してマルチコアのスコアが32万4千点ちょっと上がりましたね 原因は何かなってこれ考えてみたんですけどこれ CM34 の Google プレイストアがある場合についてはメモリーの空き容量がだいたい 2GB ぐらいそれに対して Google プレイストアを消したらですねメモリーの空きメモリーが 2GB と 5.4GB の違いなのかっていうところがですね うーんちょっと謎なんですよね。これはねあの実際のメモリーの使われ方を見ててもスワップは全然かかってないんですよ。スワップはねもちろんかかってなくて何が影響してんのかなって思ったところね実はメモリの空き容量はどっちも余裕があるのでメモリの空き容量がスコアの差になってるっていう感じでもないんじゃないかなっていうふうに分析しました。 Google プレイストアが入ってるとバックグラウンドでねいろんなプロセスが動くのでそのプロセスが、まあ、足引っ張っちゃってプレイストアが入ってると少しマルチコアのスコアが落ちるのかなとどっかのねコアがこのプレイストアの仕事を請け負っているのでシングルで見た時にはさほど数値に影響はない誤差程度なのがマルチのスコアが少し差が出るのかな ってていうにに私なりに分析ししみましたただねこの考察は本当に正しいのかどうかはね何とも言えないですねあくまでも仮説ですというのもこちらご覧くださいこちらはですね CX34 のオクタンベンチのスコアです CX34 は CM34 と比較して何が違うかっていうとプロセッサーがですね インテルのの i3 12世代が入ってます。ここら辺がね私すっごい気になってたんですよ。AMD 対インテルの違いで。どちらもね、コア数は一緒です。8コアになります。ただ、ちょっと先にね、こちら比べてみていただくと分かるんですけど、スレッドはどっちも8つでですね、最大のクロック周波数がかなり違いがあります。Intel のコア i3 が 3.85GHz なのに対して、 5の方が 2.8GHz まずは CX34 インテルコア i3 ですね。Google プレイストアがありの時にはシングルが83,600。マルチがこれ面白いですね。シングルがこんなに強いのにマルチがね、ライゼンより弱いんですよね。これは意外でしたね。処理能力っていうのは複数のコアの総合力で決まる。 はずなので、この数値を見る限りは総合力で見るとの方が強いっていうことになりますね。まあ、今回ライゼン5なので若干コア i3 よりは、まあ、グレード上って考えた方がいいかもしれませんけどね、うん、それにしてもシングルのスコアが5万点台と8万点台ってかなり開いてるのにマルチコアのスコアがほぼ互角っていうかライゼンの方が若干上っていうのがちょっと驚きです。 インテル版の方も同じように Google p Play ストアを消した状態でスコアを測ってみましたこちらについてはですねはいこれも意外な結果だったんですけど Google p Play ストアを削ったところでですねあんまりスコアが変わってないんですねシングルが8万4000マルチェが29万8000大きな違いはないんです先ほどのライゼンの方が大きな違いが出てたのでこの辺がねあの CPU の 構造の違いが出てるのかなっていうところで非常に興味深いものがありました。インテル版の Chromebook プラスだと Google p Play ストアがあってもなくても全体の処理能力にはさほど影響が出てないということですね。うん、もちろんメモリの空き容量はかなり違いがあります。といってもね先ほどと同じようにこちら CX34 も Google Play Store を消してしまうとメモリの空き容量は 5.8GB かなり空いてますね Play Store がある状態だと 2.45GB さっきよりちょっとね余裕がありそうに見えますけどこの辺もうーんプロセッサーで何か違いがあるのかもしれませんね興味深いです、まあ、それほど大きな違いではなさそうですけどねもう一つベンチマークやってみましたこちらもおなじみスピードメーターですね でこのスピードメーターもバージョンが3.0になったら数値が遅くなっちゃってるんですけどこれもねちょっと比較の対象として比べてみましょうこちらもですね Google p Play ストアがある場合とない場合で数値を計測しております、えー、ご覧いただきましょうまずは CM34 です Google p Play ストアが動いている時スコアは8.69ですなんかめちゃめちゃ数字低いんでね これ大丈夫って思うんですけど十分早いですこれ基準にしていきましょう CM34 Ryzen 5が使われてるね Chromebook でございます Google p Play ストアありだと8.69ですこれに対して Google p Play ストアを削除してしまうと10.8までスコアが上がりますあやっぱり Google Play Play ストアね CPU の能力を若干消費してるんですかね結構数字変わりましたね CX34 インテルコア i312 世代ですねこちらでプレイストアありの状態で12.8ですああこれってことはですよライゼンで Google プレイストアをなくした時よりもさらにスコアはいいですねシングルの性能の差ぐらいは十分出てると思います ってことはスピードメーターもなんだかんだ言って結局シングルコアのスコアで見てるってことなんですかねはい、さらにですねこの CX34 インテルコア i3 ですが Google プレイストアを削除してみるとさらにスコアは上がりました17.1これ明らかにねあの今回動画にはしてないんですけどですベンチマーク動かしてる時の速度感がねもう体感で違いますインテルの方が速いです だからね、やっぱり処理の内容によって、Ryzen と Intel っていうのは、かなりの違いがあるんですね。これね、面白いですね。まあ、実際にね、えー、この CPU の処理能力の差を、えー、ちょっとね、シングルコア、明らかにこれシングルコアの性能の違いが出るだろうなと思ってやってみたのがですよ、これ Linux の開発環境の中で Python のプログラムを組んでみたんです。で非常にこう処理効率の悪い プログラムを私がね自ら組みましてひたすらひたすら割り算を繰り返して余りを求めるっていうねそういうあの効率の悪いプログラムを使ってどれだけ時間がかかるかっていうのを計測してみました今ご覧いただいているのは Google プレイストアがないパターンですねない時の実行結果を見ていただいております一番上のリアルっていうところを見ていただくと7.3秒 CX34 かかってます C X で同じく Google プレイストアなしのバージョンですけどこちらで4.7秒ですね4.702秒ですやっぱりこの辺はね明らかにシングルコア性能が強いインテルコアが速いみたいですね単純な単純な数値計算とかだったら1個のコアしか使わないのでシングル性能が強い方が結果は強いということになりそうです とということはですよ、自前で何かプログラムを作ってバリバリ使いたいっていう人はシングルが強いインテル版の方がいいんじゃないかっていうことになりそうですね。これは私の予測でございます。はい、ということでいかがだったでしょうかちょっと尺がね長くなってきちゃったんでゲームって言ってもね私ゲームってあんまりしなくてマインクラフトぐらいしかやらないので、まあ、実際にこのゲームをやってみた時の画面の動きの違いですとかね それからブラウザー動かした時なんかの,その操作感の違いなんかは次の動画で検証してみたいと思います。また次の動画お楽しみにしてください。今日の動画はここまでとしたいと思います。今日の話が面白かった、参考になったと思っていただけましたら、ぜひ高評価いただけると嬉しいです。では今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。さよなら。 7。さよなら